子供たちを隠せ。戦士でない者は家に避難しろ。偉大なる御方に仕えし者、先ぶれとして来た。ん？同族を滅ぼすというのか。この白き体を恐れないとはさすがと言うべきですか。し、至高の御方に捧げる絶対なる勝利を。テレビアニメオーバーロード2、2018年1月9日。どうかと散りゆか。新たな予兆は10体の影。問題なのは復活した奴らが捨てるんだろうな。メリオダスの奴は生き返らせて全部守りたいんだ。やっぱりあいつらか。粉々に砕け散れ。もうこれ以上のことを信じてあげてください。大事なもんは全部ここにあるぜ。